メガドライブはセガエンタープライゼスが1988年10月29日に日本で発売した16ビットの家庭用ゲーム機である。米国、カナダメキシコではジェネシスという名称で1989年にその他のヨーロッパ地域、オセアニア地域、南アメリカ地域、アジア地域といった大部分では日本と同じ名称で1990年に発売された。 メガドライブはセガマーク3及びマスターシステムの後継機として企画された家庭用ゲーム機。日本ではニンテンドーのスーパーファミコンや NECHE、e、の PC エンジンと競合していた。世界市場や北米市場ではニンテンドーのエセニスと互角の戦いを繰り広げ、さらにあたりジャガーや 3DO とも競合した。欧州市場ではアミーガ CD32 などと、 熾烈なシェア競争を繰り広げた。メガドライブの名称の由来は、当時使っていた、容量 1M ビットのカートリッジをドライブするという、ものであった。発売時のキャッチコピーは、時代が求めた16ビット、ビジュショック、スピードショック、サウンドショック。このゲーム機には、用途別に2つの CPU が搭載されている。レッドブルミュージックアカデミーが配信した。 日本のゲーム音楽に焦点を当てたドキュメンタリー、リギン・イン・ザ・カー h のエピソード4、クールキッズで、ベアナックル怒りの鉄拳をはじめとした、メガドライブやセガのゲームミュージックを特集しており、古代雄造などにインタビューが行われている。アメリカのスミソニアン美術館で開催された、ザ・アート・オブ・ビデオゲームズ10では、ソニック CD、ファンタジースター1000年期の終わりに、などが展示された。 アメリカのストロングナショナルミュージアム・オブ・プレイがゲーム業界や大衆文化、社会に影響を与えたゲームの認知向上を目的にしたワールドビデオゲームホール・オブ・フェームの第2回目では日本からソニック・ザ・ヘッジ・ホック他に作品が選出された。ファンからは復活を望む声が根強いハードであり、2018年6月5日には30周年記念ポータルサイトが開設され、 2019年に復刻版が発売された。ヤマハ製のメガドライブ専用カスタムチップである。パルには横320、または256ドット縦240ラインで構成されたパッド。ただし方向ボタンは斜め方向へ入りやすく、操作には多少の慣れが必要だった。クライマックスの内藤博士は、この操作性を逆手にとって、 ゲーム画面を斜め見下ろし型にしたランドストーカー工程の財宝を開発したという、後期標準パッド、編集初期標準パッドで指摘されていた方向ボタンの問題点を解消したパッド。方向ボタンは内部的にはジョイスティックに近い構造になっており、外から見える方向ボタンはレバーのてっぺんに当たる。また、初期標準パッドのボタンに、 XYZ モードボタンの4つが追加されている。モードボタンを押しながら本体を起動することで XYZ ボタンを無効にすることができ、6ボタンパッドでは誤動作を起こすごく一部のタイトルについてもこの方法でプレイ可能となる。デザインと方向ボタンの構造は若干変更されセガサターンの標準パッドに受け継がれていった。セガは1986年から マーク V のコードネームでメガドライブの開発を開始。最大の争点は CPU を実績があり、かつ安価な8ビットを採用するか、アーケードゲームでは実績があるが、効果である16ビットを選択するかであったが、最終的に16ビット CPU を採用することに決定した。16ビット CPU 採用にあたってセガは、本体コストを抑えるために、モトローラやヒタチをはじめ、 様々な会社と交渉を行ったが、シグネティクスが6万 8000CPU のビジネスを模索しているという情報を得て1個400円以下の価格で30万個一括発注の交渉を持ちかけた。さらにセガのアメリカにおけるマスターシステムの販売実績をもとに交渉し、目的通り1個400円を切る形で確保することができた。以上のことから、 メガドライブは 68000CPU を搭載する機械としては安価なものとして普及することとなった。この結果を受け、セガはモトローラから大手顧客として表彰された。この表彰式にはセガと並んでアップルも呼ばれている。受賞式に出席したのは価格交渉も言ったセガの佐藤秀樹だが、後にモトローラ持ちだからファーストクラスに乗った。空港で 荷物が出てこなかった。というエピソードを語っている。その後も、セガとモトローラの協力関係は長く続き、2002年3月には、ゲーム用 API 及びそれに最適化した、マイクロプロセッサドレアゲンブル MX1 や、ドレアゲンブルスーパー VZ の開発で提携している。一方で、セガの CS チームには68000の開発経験がなく、このことは、 初期のソフト不足に影響している。メガドライブジェネシス本体は、ほとんどの部分を世界共通にしており、カートリッジのピン配列も共通で、リージョンコードのみ、基板上のジャンパーで設定していた。リージョンチェックがあるため、通常はリージョンの違うソフトを使用できないが、ジャンパー部分に改造を施して、日本国外製のソフトをプレイするユーザーもいた。その後、 リージョンコードを変換する海外製の中間アダプタが輸入されるようになり、本体を改造する必要はなくなった。なお、リージョンフリーの海外製ソフトもあり、そのようなソフトはカートリッジロック用のアームを除去すればそのまま挿して使用できた。セガは日本国外での販売にディストリビューターを活用しており、また国によってはライセンスによる製造も認めていた。サムスン電子、 テドイ、マジェスコなどがそれで互換機市場が作られていった。詳細はメガドライブのバリエーションを参照すでに特許は切れており、ノンライセンスで製造された互換機も発売されている。セガ関連の情報は当初ファミ通のような雑誌で取り上げられることは少なかった。これはセガ社内の各部署が独自に情報を公開し、広報の一元管理がされていなかったことが、 原因であった。当時のユーザーは雑誌広告や雑誌の記事に加えテレビ CM を見てその評価を元にしてソフトを購入するのが一般的であった。そのためこの状況はメガドライブの事業展開に不利に働いた。この問題は次世代機の発売を翌年に控えた1993年セガに竹崎正が入社して一元管理体制が整うことで ようやく解消されることとなった。ファミ通に記事が掲載されるようになったのは、その半年後になる。メガドライブの発売を機に、セガはサードパーティー製に本腰を入れるようになった。当初 CD ロム採用の予定はなかったが、将来ゲームのデータ容量の増加の可能性があったため、あらかじめメガドライブ設計時に必要な配線を拡張用スロットに引き出した設計にしていた。 開発の途中までは販売価格を抑えるため搭載メモリを 2Mbit にして設計されていたがゲームアーツの強い要望により 6Mbit に増強されたこの変更によってコストが本体1台あたり1万円増加したというメガ CD 自体に 68000CPU を搭載しておりこれを利用することで動画の展開と表示を並列的に実行できるため 一時間以上の動画再生が可能であった。このような動画再生とゲームの進行を同時に扱える特性を生かした作品にナイトトラップのようなインタラクティブムービーやシルフィードなどがあり32ビット機以前のゲーム機では唯一スターブレードの移植も可能にしている。またニンテンドのスーパーファミコンを意識して回転拡大縮小機能を有している。反面 互換性を維持する必要性から発色数やスプライトの増強は見送られた。メガ CD の使用に強く関与したゲームアーツなど一部のメーカーは積極的にソフトをリリースしたものの基本的にサードパーティーは CD ロムの規模に合わせて開発期間が長くなることを危惧しておりまた8から1 6 m ビットのロムカートリッジであることがあると考えていた。 そのロム容量の増加でさえ、容量だけを増やしても発想が貧弱になる、2M だろうと 1M だろうと大した問題ではないという考えさえあった。また、セガの初 CD タイトルとなる、惑星ウッドストックファンキーホラーバンドは、専門誌の読者レースで最下位付近を争う、低い評価を得るなど、初期ソフトの拡充が停滞していた。このため、メガドライブの市場は、ロムカートリッジが、 主流のままで進み CD ロムは普及しなかったが、メガ CD の普及当初にゲームアーツが発売した、ルナおよびシルフィードは、それぞれ10万本以上の売り上げがあった。動画の仕様を前提に設計された、メガ CD には、上記のソフト以外に、ヘブンディーシンフォニー、スターウォーズレベルアサルトや、ジュラシックパーク、マイクロコズム、トムキャットアレイのような実写、特撮、 ポリゴンを素材にしたソフトが多く発売されており、それがメガ CD の特色となっていた。メガドライブでは外部ネットワークを利用した通信対戦やゲーム配信事業を行っていた。メガドライブのアーキテクチャは一部の仕様を拡張もしくは簡略化した形で設計が強要された。メガドライブと異業種とのコラボ商品が発売されている。 日本市場では1988年にメガドライブの名称で世界で最も早く発売された。ニンテンドーのファミリーコンピュータ、NECHE の PC エンジンと競合し、後にニンテンドーのスーパーファミコンとも競合した。テレビ CM には伊藤聖光を起用。ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショックを歌い文句とし、時代が求めた16ビットと、 16ビット機であることを大きくアピールしていた。研究論文、テレビゲーム機の変遷、ファミコン、スーパーファミコン、プレステ、プレステに、ウィーまでによると、1990年にメガドライブの出荷数はピークを迎え、年間70万台を出荷。この年のハード出荷数はファミコンが136万台、PC エンジンが127万台、スーパーファミコンが66万台と、 熾烈な競争状態であった。1991年に北米市場においてメガドライブが普及するきっかけになったソニックザ・ヘッジホッグは日本市場において大きなヒットを記録するに至らずハードの出荷台数は前年と同じ70万台に止まった。数字を累計するとスーパーファミコンが1、714万台、PC エンジンが584万台、 メガドライブが318万台となる。週刊ファミ通による1992年時点の市場調査では、各ハードのシェアは、スーパーファミコンが55.9%、PC エンジンが24.7%、メガドライブ19.4%となっていた。同志では、RPG タイトルの不足を苦戦の理由として挙げている。ライバル機種の画像を崩すには至らなかったが、 日本国内において初めて100万台以上を出荷したセガハードとなり、セガの家庭用ゲーム機ではセガサターンに次ぐ出荷台数を記録した。アメリカカナダを含む北米市場では1989年にセガジェネシスとして発売された。発売当初は任天堂の NES が8割という圧倒的なシェアを背景に一社独占のシステムを販売店や 流通など業界内外の隅々まで行き渡らせており、サードパーティーの参入や小売店への納品すら困難だった。セガオブアメリカ副社長だった豊田忍は、アメリカのスタッフが作るアメリカ的なゲームこそが、アメリカ市場で受け入れられると考え、セガがマーベルコミックスからライセンスを受けて、スパイダーマンをゲーム化する際、セガオブアメリカ主導での開発許可をもらった。また、 北米スポーツゲームの市場が約4割と非常にシェアが大きいアメリカでの販売促進を狙って大物スポーツ選手の起用によるビッグタイトルを発売すべく全米スポーツ界の一のスター選手である NFL サンフランシスコ4 9 e ーズのジョーモンタナが要求したロイヤリティ契約では国際電話で中山駿社長から承諾を得て任天堂よりも好条件を提示して 交渉を成立させ、縄文棚フットボールシリーズを発売、100万本の売り上げを記録した。他にもカイ一レーサーのアイルトンセナや、大物ミュージシャンのマイケル・ジャクソンなど、世界的に人気にある著名人ともライセンス契約を締結してゲームを発売した。これらを機に、セガの意欲と市場の存在が、エレクトロニックアーツやアクレームなど、 海外のソフトメーカーにも伝わり、参入を決めるサードパーティーが次々と増えたという。任天堂のエセニスが北米市場で発売された1991年の年末商戦では、キラータイトルであるソニック・ザ・ヘッジ・ホグを全面的に押し出した。当時、エセニスはスーパーマリオワールド同梱で199ドル、ジェネシスは ソニック一同コンで149ドルであり、ジェネシスとエセニスの2台を並べて、マリオに対してソニックのスピード感と販売価格の優位性をアピールするテレビ CM など徹底した比較広告戦略を展開。これがこうをそうして、アメリカ最大手の新聞紙 USA Today では、ゲームマーケットでついにセガが優位に立ったという記事が掲載されるなど、同年のクリスマスシーズンでは、 マスコミ各社が、ベイゲーム市場でのセガの成功を報じた。1994年末にエセニスでリリースされたスーパードンキーコングなどの大ヒットにより、ニュースウィーク市の報道では1995年度での販売台数がエセニスの270万台に対し、ジェネシスの販売台数は210万台に止まるなど、単年度では逆転された。しかし、 1995年1月の時点で、コンシューマー市場で55%のシェア及びに、000000 000 000台の売り上げを記録した。しかし、当時の北米市場では、セガオブ、アメリカ主導で作られた、周辺機器であるスーパー 32X の失敗及び、ジェネシスのデッドストックが問題となっており、次世代ゲーム機であるセガサターンに移行する上での大きな障害となっていた。 当時のセガ社長の入り混じり小一郎は、サターンを出してもうまくいかず、現地の人たちが意欲を失っていた時、16ビット時代からの在庫の付けなどが非常に重く、良い話は何もなかった。1996年の7月に、終戦処理を私がしましょうということでアメリカまで行った。アメリカでは一、500万台程度の販売台数と語っている。セガは1996年末に、 アメリカの連結子会社セガオブアメリカの累積損失処理と旧型の16ビット機の廃棄損を合わせて270億円を1997年3月期の決算において特別損失として計上することを発表した NPD 調査でも1994年以降の本体売り上げやゲームソフトのラインナップなどでセニスを上回り 次世代ゲーム機であるプレイステーションやセガサターンが発売がされてからも MLB や NBA、NFL、NHL など人気スポーツゲームは1998年頃まで発売され続けた。結果ジェネシスは16ビット機史上トップの座を守り通した。結果としてソニック・ザ・ヘッジホック2、3、ナックルズ、スピンボールといった ソニックシリーズ作品だけではなく、モータルコンバット、NBA ジャムシリーズ、十王記、ストリートファイター2ダッシュプラス、ストリートオブレイジ、ディズニー作品など映画を題材にした、アラジン、ライオンキング、ジュラシックパーク、北米で人気のタイトルをゲーム化した、X、メン、パワーレンジャーなどは100万本以上のミリオンセーラーを記録した。南米各国では、 1990年にセガの正規代理店であるブラジルのテドイによって発売された。特にブラジルではゲーム機を含むなどの精密機器への輸入税が高額であったが、ブラジル国内での製造はテドイが受け負っており、マスターシステムやメガドライブは輸入税の影響を受けなかったため、消費者が購入しやすい価格帯に止めることができた。さらに、 セガが2001年にゲームハード事業から撤退後も、手ドイは両ハードの製造、販売、移植を継続していた。そのため、2015年の時点で、ブラジルの家庭用ゲーム機市場では健在であった。ソニーも、セガと同様に、ゲーム機の現地生産を行うことで価格を抑える、戦略をとっている。ファンタシースター2、3や、シャイニングザダクネス、 悠々白書魔教統一戦などが移植されたほか、ブローダーバンドが発売した教育ソフトウェア、カルメンサンディエゴを終え、世界編のコンセプトを使ったテレビの教育バラエティ、番組、カルメンサンディエゴを探せ、など、現地メーカーが開発したオリジナル作品も存在する。2012年度でも、マスターシステムとメガドライブが合わせて、年間15万台は売れているなど、 販売台数を伸ばしている。南米市場では約300万台の販売台数を記録している。また、2009年以降は、テドイによって音楽ゲームとギター型コントローラーが付属したメガドライブ互換機、メガドライブ4ギターアイドルが発売されたほか、2013年までの時点においても、携帯型メガドライブ互換機、MD プレイなどのメガドライブ互換機が販売されている。 これらのメガドライブ互換機は本体にゲームソフトが内蔵されておりカートリッジの利用はできない。2016年11月にも新型が発売された。フランス、ヨーロッパ、オーストラリアを含む欧州市場では1990年に日本と同様メガドライブの名称で発売された。もともとセガは NES の投入が遅れていた欧州市場に先行してマスターシステムを発売して 市場を形成するなど、早くからブランドイメージが確立されていた。さらに、欧州で人気を博していたアミーガは、ゲームの違法コピーが蔓延していたことから、多くのソフトメーカーがメガドライブへ参入した。北米市場と同様に、エセニスに対しても互角の市場を構築。日本では、プレイステーションやセガサターン、ニンテンド64で発売された。 フィファロード2ワールドカップ98ワールドカップへの道が発売されるなど、次世代ゲーム機が登場してからもソフトは供給され、続けた。欧州市場での販売台数は839万台で、エセニスの815万台をわずかながら上回った。詳細は、メガドライブのバリエーションを参照のマドビクター、ワンダーメガメガドライブ初期型。 1988年10月29日発売。価格2万1000円。メガドライブにメガドライブの廉価版。本体が小型化され、AV 端子の形状が変更されて、ステレオ出力になった。6ボタンパッド1個付属。メガ CD、メガ CD にも接続可能。ヘッドホン端子は削除された。1993年4月23日発売。 価格12,800円。ワンダーメガメガ CD 一体型のメガドライブ。ミディ出力 S 端子などを備える。CD ドライブはトップローディングだが、開閉は電動式。1992年4月24日発売。価格79,800円。マルチメガメガ CD 一体型のメガドライブ。国内では未発売。 海外では1994年発売、メガジェット本体6ボタンコントローラー一体型のメガドライブ。駆動は商用電源のみ、画面は通常のテレビに出力して使用する。もともとは旅客機内の貸し出しサービス用として日本航空と共同開発したもののため、周辺機器による機能の拡張は元から考慮されていない。 1994年3月10日、一般発売。価格1万5千円。ノーマット海外のみで発売。液晶画面を搭載し、単三電池6本で駆動する携帯ゲーム機。コントローラー端子も装備され一つの画面で二人プレイも可能。ベッドケーブルでテレビ画面への出力も可能。周辺機器による機能の拡張は元から考慮されていない。 ワンダーメガ1992年4月発売。ワンダーメガ M2993 年7月発売。その他、LD ゲーム機、レーザーアクティブに装着して使用するコントローラーパック、愛和製の CD ラジカセ型のものなどのバリエーションが存在していた。以下の2紙は PC エンジン専門誌の増刊号として各月刊行された。以下の6冊は、 海外で発売されたメガドライブの専門誌。セガ非公認のタップ未発売、編集開発されたが発売されなかった周辺機器。詳細はメガドライブミニを参照。メガドライブミニは2019年9月19日に発売されたメガドライブを現代のアーキテクチャで復刻するゲーム機。日本以外でも北米市場ほかアジア圏お及び欧州において同じ日に それぞれの市場向けの仕様にした版がリリースされた。ファミリーコンピュータほどではないが、メガドライブも、また国内外において当時遊んだプレイヤーたちに影響を与えており、他業種とのコラボ商品が発売されている。他、21世紀に入っても、セガ非公認でのメガドライブ用ソフトが動く、ゲーム機や MD 用ソフトがリリースされた、いくつかの事例がある。なお、セガ自身は、 メガドライブミニのような過去作の復刻を定期的に行っているが、現在メガドライブの完全新作をサードパーティーに正式許諾する意思はないとの姿勢を示している。ここでは企業による明確な出展がウェブ上で確認できる21世紀以降にリリースされた作品に限定して記載。 https://www.famitsu.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ201912スラッシュ 15189005.htmlfamitsu.com よりありがとうございます。